奈良田温泉は、山梨県南駒郡早川町奈良田にある温泉である。二つの源泉で泉質が大きく異なるため、平気とする。当地に残る後見天皇の伝説によると、この地で八年間当時を行ったと伝えられてられている。はじめは、奈良田より南にある西山温泉を訪れ、その後冷泉を求めてさらに奥へ入ると、 奈良田の地を見つけ、奈良のとは七条なるが、この地は七段。ここも真に奈良であると言い,い、占拠したと伝えられている。平家湯はそれ以前との言い伝えられており、高見天皇の言葉により、この地が奈良田と名付けられたと伝えられている。1953年に西山ダムができた際に、奈良田集落はダムの底に沈み、奈良田温泉の歴史は一度途切れる。 しかし1977年に奈良田温泉の復活を図るため山梨県企業局が厳選調査を実施し翌1978年に震度212メートル地点で温泉が流出1979年に町営施設奈良田の里温泉として開業し温泉地として復活を遂げたその後1997年に 元源泉近くの白根や駐車場付近でも温泉掘削が行われ、地下500メートルで輸出。日々に7色以上の泉色が出たため、七不思議の湯として開け湯している。周囲は南アルプスの自然に囲まれており、白鵬三々重層路である、広河原から北岳、真の岳、能鳥岳からの下山口や登山口として使用されている。 重装する多くの登山者は、奈良田温泉より北に位置する広河原から入山し、おおむね2泊3日の行程で、白鳳三山を歩き、奈良田温泉へ降りてくる。近代登山の初期には、奈良田温泉付近の登山道には、白鳳三山重装おめでとうという看板がかけられ、登山者の名物となっていたが、現在は撤去されている。奈良田湖国道52号から、 山梨県道37号南アルプス公園線を進み、西山ダムの岩に温泉街が存在する。ここから北の白宝渓谷へは2005年からマイカー規制がかかっており、地下用自動車で自由に往来できる北限になっている。先へ進むには、奈良田温泉街にある専用駐車場へ自動車を止め、山梨交通の路線バス、または、 乗り合いタクシーを利用することになる。なお、マイカー規制期間は6月下旬から11月上旬であるが、それ以外の期間は、冬季閉鎖されており、関係者以外は、奈良田温泉から先へは、一切進むことができない。温泉宿として、白根間が存在するが、2020年2月末をもって、宿泊を休止して、日帰り温泉のみとなった。 町営の日帰り入浴施設として、奈良田の佐藤温泉が存在する。白根館は、日本人を守る、会、温泉遺産、源泉遊宿を守る会にも所属している。早川体験型館公判ホームページ、山梨、早川町女帝が愛した人を、日本経済新聞。 h t t p コロンススラッシュラッシュ www. 日経 c o m スラッシュニューススラッシュ print-article スラッシュ ?r, フラグイコールレイアンドボーイフレンドイコールレイアンドナイコール約スターゾン2 9 5 5 7 9 9 0 r 3 0 c 1 1英語 l 1 p 0 1 アンド、ウアイコール DF2612 億293115、南アルプスユ早川町歴史民族資料館、資料、2011年7月22日閲覧。早川町 A 奈良田温泉南アルプスユ奈良田の、佐藤温泉の野路川広河原インフォーメーションセンター、環境省、南アルプスマイカー規制について、山梨県観光部観光資源課、 2011年7月22日閲覧厳選湯宿を守る会ありがとうございます